で、まだあの何も作れてないんですけど、うん、部屋の中が、うん、寝返りし始めて、うん、まあ、ハイハイ し始めたら、うん、なんかどこら辺に気をつければ、うん、多分いっぱいあると思うんですけど、うんうん、あるどこら辺にどうしよう、どうしようかな、うん、なんて。それね、基本全部上に上げていくっていうことしかなくて、まずハイハイしだしたら、そこはもう全部やらない。うわー、ハイハイしていって、この本棚、まずゴミ箱蹴り倒す、でゴミ箱の中のもの全部出す、しばらく見る、食べる。はい、もう見事に全部口向ける。面白いですよ。持って、しばらくこうやってこうやって見て、で、やっぱりわかんねえ、食べて食べですよ、みたいな。これはやりますね。で、その奥にある本は全部、バッ、バッ、バッ、全部出します。あ、じゃあここ空にしないと。はい、ここはもう絶対ダメ。で、このバスタオルもダメ。これもう絶対もうこのピラピラしたの大好き。もう引っ張ってベーっていくんです。で、言ってるうちに捕まり、もうハイハイしだしたらもうすぐにもう捕まり出し始まるんで、ってなったらこの2段目、うんうん、この辺ももう書類全部やられる。あ、うん、で、それを出しながら一緒にバーンこける、泣く、頭ゴーンみたいな。あ、ここはもうめっちゃ危険ですね。だからこれをそっちまでこう、こっち向けにして、これを、ここ蓋してしまうか、うん、横向きをこうね、うん、やってしまった方がいいでしょうね。で、りんちゃんここで寝てるんですよね。いや、寝ようと思って用意したんですけど、うん、まあ見ての通り倉庫に。うん、ね、物置で。そう、大体なるんですよね、これ。で結局泣いちゃうから、うん、今ここで寝てるんですけど、これダメですね、危ないですね、絶対って思って、どうしようって思ってる。もうこれはできたらもうなしにして、ベッドで一緒に寝てもらっていいと思うんですけど、ただやっぱりもうほんまに落ちる。なのでこれを片付けたここにシングルの布団を敷くとか、落ちても大丈夫なように、何かを敷くか、でも落ちても言っても体重軽いですし、背も低いから、そんなに衝撃ないんですよ、で下が柔らかければ問題ないと思うんで、下にシングルのあのニトリとかで安いやつ買ってきて、もう使い終わったら捨てるぐらいの勢いで、ここに敷いといたらいいかもしれない。しよう。で、これ焼け出する。暑いです。あ、これ絶対だ、これ絶対ダメです、これ。もうやばいです。今5ヶ月でしょ。もう今からちょっと場所考えた方がいいと思います。ハイハイしだしたって思ったら、もうある日突然ここまで移動してたりとかする。まだいけるって思ってたら多分やると思う。なので、これはどっか場所をやっぱ高いところ、ほんまに机の上とか、なんかこう上げないといけないですね。あとコンセント。絶対行く。あそこのこのコンセントやばいですか。あ、もう、今ね、もう、この辺はもう全部ダメ。でも、ここら辺全部やられる。ここの段もやられる。ここは大丈夫。ここまでは全部やられます。なんかベビー柵みたいなの売ってるじゃないですか。うんうんうん、柵。ああいうのでやった方がいいですかね。あれって乗り越えちゃいますね。ベビー柵、ここにつけるってこと。はい。つけれることはないか、うん、そうですね、策をしちゃうか、もしくはもうこの2段は、りっちゃんのなんかカゴかなんかを入れて、その中りっちゃんのおもちゃ、100均のおもちゃとかそんなんを入れちゃって、その中はいくら出してもいいよっていうスペースを、こことここはりっちゃんスペースにする、で、こっから上にもうこういうものは全部上にあげる。どっちみちりっちゃんのおもちゃとかも置かないといけないので、そういう場所が必要になるんで、うん、その場所を作ってあげて、このご飯、ひとみさんがご飯作ってる間とかに、りっちゃんがここで集中して、何やってんのかな、ずっと遊んでるな、あ、よかった、今のうちに料理作っちゃおうみたいな、そういうスペースをこことここに作った方がいいかもしれないですね。で、この机とかをここにつけてしまって、もうおのずとここで捕まりだったら、ここから前に行けない状況を作ってしまう。開いてたらもうここ入ってくるんで。で、この中に、あ、これは開けられへんか。意
外とでもね、押してね、開いてね、でね、あの丁寧にね、そこにね、おもちゃ詰めてくれたりするんですよ、隙間に。ほんで壊れるっていう。で、抜けへんみたいになって。そう。だから、あの、何電子機器は全部そうなんですけど、あ、開けることのできる隙間という隙間に、りっちゃんはいろんなものを詰めます。そこちょっと考えて、こう、本当に動けない。で、あの、本当ね、あの、子供って、テレビ大好きで、もう、ここまで来てこうやって見るんですよ。見えへんやろ、そんな近づきすぎたらと思うんやけど、その光がこう、パッパッパッて変わる、その光の変化を楽しむから、もうテレビの内容っていうんじゃなくて。もう本当に近くに行くんですよ。そしたら目にも良くないでしょ。こういうのをこうやってここにこう、もっと大きくてもいいと思うんだけど、当ててしまったら、もうこっから前に行けないわけですよ、物理的に。うん。っていうものをここに置いた方がいいかもしれない。うん。あの、ここに柱立てて、棚作れるやつがあるんで、ここら辺、りっちゃん届かへん、ここら辺まで下げて、で、全部、ここ全部上上がる。で、あの、そこに、あの、見栄えあったらカーテンしてもいいし、でも何もなしで十分いけると思うんで、あの辺のいらんやつも全部あげれるんで、あげるのが一番。そう。もうじゃないと。だから、いっぺんにまとめていけるんで、今からホームセンター行こうか。作ろっか。いや、僕パッとイメージできたら、もう僕はできるんで。それを作ったら今の秘策を言ってるのは全部解決する。この辺とかももう全部やられるし、そう言ってるうちにいっちゃんはこの椅子をずりずりずりって運んでいて、ここによじ登って、ここからここによじ登って、ここからここで仁王立ちして、いやーみたいなことになります。それも半年後それです。ここで仁王立ちしてます。ちょっともう西富さんのトイレ行って戻ってきたら、多分りっちゃんここに立ってこうやって笑ってると思う。そう、怖すぎでしょ。うん。だからこれも離しておかないと、ここに移れない状態にしておかないと危ないです。これもう撤去しようかなって思ってました。ない方がいいね、下で食べる。ただ下で食べると言ってるうちに捕まり立ちして、ご飯食べれないってなります。置けないです。だから下に全部りっちゃんがやるから置けない、立ち食いになる。だから私はこれ置いといた方がいい、ご飯食べる。なるほど。で、あとね、こういうね、机の角とかに、あの、捕まり出すとか始まったら、この角のところにこう、なんかクッションのこういうね、あの、ガードするやつとかみんなつけるんやけど、あれ適度にね、こうクッション性があってね、子供あれかじりたくてしょうがないですよ。で、結局ってやっていて、このボロボロになって、その破片っていうか全部こう食べちゃったりとか。そう、あれもだからあんまり意味がないですね、つけたところで。まあ、あの、捕まえたちょっと始まったらガンって行ったりとかもあるんですけど、まあ、さっきも言ったように体重軽いし背も低いから、めっちゃ泣いて、うわ真っ赤になってるとかはなるんですけど、まあ、そんな大きな事故にはならないかなと。かじるなら逆にもつけない方が。そうなんですよ。だから、あの、何、わさわさ全部、かじっていっちゃって、もうボロボロになって、これ何の意味があるんだろうみたいなやつがみんなここに落ちちゃうみたいな。それ全部食べちゃうし。はい、じゃあ、キッチン。ね、もうちょっと月齢のね、高いあのお子さんを育ててるママたちは、多分、全員が、あの、今、画面越しに、あれあかんわーってみんな言ってると思いますけどね。これはもう全部やられますね。全部やられます。ここは届かんかもしれんけど、もうこっから下は全部やられます、ね。もう多分、あの、醤油とかこの辺巻かれますね。で、なんなら頭からかぶって、へぇーって言ってますね。砂糖を全部塗りたくって楽しそうなことがあるんでしょうね。地獄絵図、はい。なのでこれはちょっとこれも場所を考えないといけないですね。これ、この中に収納ができるのか。収納でも飛び出しちゃいます。あ、そうですね。で、いい隙間なんですけどね。これもちょっと考えなかった場所ね。あと炊飯器、この一面めちゃくちゃ蒸気ブワーッ出るじゃないですか、炊いてる時に。もう確実にいきます、やけどします。絶対ダメ。でもこれは
めっちゃ狭くなるんやけど、もう、短期間の話やから、もうこっちの方がいいかもしれないですね。まあ、この辺は全部、あとで余裕で開けますね。これは開けれますか、この引き出し。あ、これは開けないと思います。あ、これはちょっと重たいし、ちょっとこう、出してこないといけないし、これ大丈夫だと思いますね。だから私は、もうほんまに、キッチンのものも、とにかく工業ところを使って高く上げて、で、この低いところは、やっぱり、ね、キッチン大好きなんですよ。このママが毎日すごい長時間いるところって魅力的なわけ。ママと同じものが触りたい。なんかかっこいいと思うんですよね。なんか真似したいみたいな。そう。なので、この低いところを、これも短期間だけね、めっちゃのおもちゃ、ほんまに100均のね、お玉とかね、フライ返しとかね、トングとかでいいんですよ。そんなんをいっぱいここに入れといてあげて、ひとみさんが料理始まったら、りっちゃんもそこで料理していいよ、みたいなりっちゃんのやつを出してきて、で、例えばブロッコリー切りました。ブロッコリーの芯をそのりっちゃんのボウルの中にポイって入れてあげるんですよ。で、それでなんかこう、で、こう混ぜ混ぜしたりで、ここでだから、料理し、ごっこ、なんか僕も同じ、ママと同じことやってる、かっこいいかも、みたいな。その状況を、やらせてる感、やらせてあげれてる感っていうのを本人に味わわせてあげれるっていうのを、やったら、ここに入らせないってなると、ここにガードつけるじゃないですか。もう多分、ここから、うえぇー入れろうえぇーって言っても、で、結局入れちゃったりとか。やったらもう、泣かずにいてくれる方が、もう心地よく料理進むんで、やったらもう、入ること前提で、低いところは全部りっちゃん、何を触ってもいいよってして、ここで一緒にこう見ながら、こうやって料理するようにした方が、いいかもしれない。それかもうここで、えぇーってなるから、もうその時間はもう、動画見とけと。テレビさんありがとうございますみたいな。っていう状況を作っても全然いいし、もう、外にで洗濯物干してます。りっちゃん、こっから笑顔でカラカラカラって閉めますよ。りっちゃん、笑顔で閉めちゃいます。開けたーっていうことが何回かありました。7回住んでたんですけど、下見て、どうしよう、隣の家まで、そこ、こう、もう、どうしようもないから、どうしようと思って、でもこれ落ちたら死ぬよな、とか思って、もう真っ青、しかもそ、だから、もうとにかくね、外に出るとき、もうちょっとのときでも、絶対携帯持って外出てください。締め出される前提で。そうです。ちょっと一瞬やからいけるって思ったら、その一瞬でめっちゃ笑顔でグッて締めますから、で、外からカーってやってたら、遊んでくれてると思って、みたいな、そうじゃなくて、みたいな、もうえらいことになるんで、ほな真冬とか、ほな薄毛出てたら、もう寒風の中3時間4時間パパ帰ってくるまで寒いって言いながら外にいないといけなくなるので、とにかくすぐ連絡が取れるのに、絶対にスマホを持って、一緒にやからいいわはダメです。そうなんだ。でもね、今いろいろこうニュースとかもなってるけど、絶対ベランダに台になるものを置かないようにしてください。登ってほんまに落ちるっていうのは、もうふわってやるんだ。絶対置かない。ね、今すごいスッキリしてるんですね。いいですね。で、このカーテンは数ヶ月後、りっちゃんのすごくいいおもちゃになると思う。カーテンでずっとこの下の方で遊ぶと思います。ありがとう。頑張ってね、その時期が来た。頑張って。そう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 、ここもそう危険なものがほんまになんか口に入れちゃった時に、ね、えらいことになるものっていうのは、めっちゃ入ってる。そう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 、これもここですよね。ここにやっぱりセルフなんかここにこう台を作って、そこに全部置いた方がいいんでしょうね。はい。おトイレ、トイレとか気をつけることあります？いいですか？電気つけます。はい。あー、かわいいトイレ、綺麗やな。すっきりですね。いいですね。まあ、蓋ね、絶対閉めといてください。癖つけてください。ペンペン、ペチャペチャペチャ。いやーで、こうやって覗き込む、そのまま頭重いから、電気の中に、頭からいきます。でもこれ、戻れないんで、水難事故になります。はい。絶対閉める癖をつけてください。絶対閉める。はい。これも、結構なんかね、開け閉め好きなんですよね。で、自分でこうやって、もうこのぐらいの神社でこうやってやってて、ここでこう指詰めたりとか。じゃあ、どうすればいいんですか？
なのでここももうできたらもうなんかもうあの完全にこことここを紐とかで動かないようにしたりした方がいいかもしれない、うんうんうん、そんなもんかな、うん、かわいいね、そんなもんですだいぶありがとうございます。お風呂はどうして入れてるんですか。お風呂はあのパパが入れてくれて私が体を含むから入れてますそれはもうこれからもそう。これからもそうです。基本、うん、湯船は昼間もお湯張ったままとかあ、ないですね。ないですね。はい、それもね、はい、あるのよね。はい、はい。